はい、こんばんは。4月の18日、先ほどね、YouTube ライブを終わりまして、椎茸のね、煮物、佃煮を、作っていこうと思います。まあ、椎茸をね、たくさんもらいましたんでね、ちょっとがっつりやっていきます。あ、石突きだけ。あ、いいね、この弾力がいいね。あ、いい香り。まあ、味付けをちょっとだけね、工夫してみようと思います。そんなにめちゃめちゃ凝ったものはね、作りませんので、まあ、ご飯のおかずですね。いや、これいっぱいになっちゃうな、これ。なんか焼いて食べようかなと思ったんだけど、俺、網がないわ。網っちゅうもんね、キャンプ用品の中には入っとるんだけど、キャンプ用品ってもう新しい家の方に持って行っちゃったからさ、しまったなと思って。はい、たっぷりですね。たっぷりすぎるな。どこにしまったっけ、いろいろと。どこにしまった俺。あ、みりんがなかった。使い切ったんだっけ。しまったやっちまった。はい、明日にします。はい、ということで、みりんとお酒もなかったので、お酒も買ってきました。じゃあちょっとね、ダバダバ入れていきますかね。よいしょ。まあ適当です、この辺は。大体今までの経験で1対1対1ぐらいですね。今みりんと料理酒が入りました。醤油は普通の醤油、キッコーマンですね。上にこれとですね、たまり醤油、お刺身たまりで、あとは熟成醤油、こちらですね。大体これで同じぐらいの量かな。で、まあ、せっかくというか、クローブをね、4つぐらい入れておきますかね。ちょっとピリ辛にします。で、鷹の爪ですね、輪切りの鷹の爪をね、
ダダダダッとやっていきますか。で、あとは砂糖、砂糖だ。大さじ3ぐらいかな、これ。大体こんなもんか、以上。詰めていきましょう。まあ、途中でね、あの返したりしますんで、まあ、これでいきましょう。あ、ごめん、かつおだしをね忘れてましたんで、かつおだしをねちょっと入れていきますね。2袋なので 8g か。よし、もうちょっと煮詰めようか。はい、ではあ、危ない、ギリギリだったら。うん、ちょうど良い頃合いじゃ。薄めかな。もっと濃くてもいいかな。あ、うんうんうん、オッケー。火を止めて山椒をねちょっとねまぶしときます。ペペペペペ。うわー、いい香り。山椒が際立ってんな、これ。はい、出来上がりでございます。ゆっくりと冷やしてね、ちびちび食べたいと思います。それでは。